健康にいい運動の量ってどのくらいですか？精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。運動が健康にいいということはもう皆さんご存知だと思いますけども、じゃあどのぐらい運動すればいいのかという話になると、どのくらいかなっていうふうに多分思う人が多いと思うんですね。まあ運動についていろいろなね、論文とか研究たくさんありますけども、まあ私の場合は主に脳についてとかですね、例えば認知症を予防するのに、まあ、運動をするとすごくいいってこと言われてるんですけど、じゃあどのくらいの量がいいですかって言った時にですね、週2回から3回、1回30分以上の有酸素運動をしてる人とですね、アルツハイマー病になるリスクが、まあ、3分の1から半分近くなるという論文が出てるんですね。で、他にもいくつかの研究があって、例えばうつ病の治療にやっぱり運動がいいという論文も出てるんですけども、やっぱりそれも週2回から3回、1回30分以上の有酸素運動っていうような調べてるところが多いんですね。いろんな研究をたくさん調べたところ、やっぱりそのぐらいの運動量ってことになりまして、まあ、ですから最低週2回、1回30分以上の有酸素運動、できれば週3回やればもうベストですね。で、運動を毎日毎日やるかというと、まあ、ご高齢の方とかもね、いらっしゃるので、そこまでやる必要はなくて、1日おきぐらいでまあ運動してればまあ十分であるということですね。で、有酸素運動って何だって話になりますけど、有酸素運動っていうのは息を止めないでやる運動のことで、やってる最中に話す言葉をしゃべることができる運動は有酸素運動ですね。で、一番簡単な有酸素運動はウォーキングですね。歩くということです。で、脂肪燃焼のことを考えると、少し早歩きぐらいで、ちょっとテクテク歩きというかですね、まあ、競歩みたいなんですね、少し早歩きで歩くと非常に運動量も多くなってですね、脂肪燃焼効果も良くなるというふうに言われてますね。まあ、もちろんジョギングでもいいですし、あと水泳とかですね、もちろん球技とかですね、そういうものでもいいんですけど、皆さん方が慣れた運動をね、するということと、続けるということが一番大切ですよね。まあ、私は週1回のエアロビクス、これを2時間ですね。あと、まあ、加圧トレーニングとその後のウォーキングを1時間、これそれぞれの運動をね、週2回になりますけど、これをもうずっと3年以上続けてやってますので、まあ、おかげさまで健康にやれています。ということで、皆さんもですね、ぜひ有酸素運動、週2回以上、1回30分やってみてはいかがでしょうか。精神医学、心理学を分かりやすくお伝えする、精神科医樺沢志音のカバチャンネル。次回見逃さないためにも、赤いボタン、チャンネル登録のクリックをお願いします。